六酸化四ンは分子式 p 4 o 6で表される化合物。三酸,酸化リンや三酸,酸化二ンとも呼ばれる。無色の個体であり、アダマンタンに関連する構造を持つ。形式上はアリン酸の無水物であるが、酸の脱水により得ることはできない。白色でワックス状であり、ニンニクの匂いのする結晶及び非常に有毒な個体である。空気が わずかに供給されている状態でリンを低温で燃焼させることにより得られる。複製生物には赤リンは酸化物が含まれる。水と反応してアリン酸を形成する。つまり、6酸化4リンはアリン酸の無水物である。塩化水素と反応してアリン酸と酸塩化リンを形成する。塩素、または臭素と反応してそれぞれ対応するハロンゲン化リンを形成し、 密閉された管内で要素と反応し4溶日にリンを形成する。195系でオゾンと反応し、不安定な化合物 P4O18 を生成する。P4O18 は238系以上の溶液中で分解し、オーニガスを放出する。乾燥した P4O18 の分解は爆発的である。不等式しか反応では、 p 4 o 6を密閉された管内で710系で加熱すると P と P が混合した p 4 o 8に変換される。複製生物として赤ンが生成される。p 4 o 6 f e 4の構造 p 4 o 6はアリン酸エステルに相当する繊維金属の配位子である。都の作体は p 4 o 6 f e 4である。BH3 を用いると二両体不荷体が生成される。 ありがとうございます。